はい、ジャン君おはよう、ポンちゃんおはよう、寝てるかな？はい、今日もお天気いいよ。いい感じに日が差して気持ちよさそう。はい、よかっジャンた君。ねー、お天気よくてねー。ジャン君が幸せって言っています。顔に日が当たっています。さあ、今日が本当の 今日は12月13日です。この動画がアップされるのはその数日後ですが、ジャン君が家猫に、というのは我が家に来てですね、我が家に来て9年経ちました。9年経ったらこんな子になります。はい、おめでとう。手を舐めるジャン君でした。あら 取ろうとするといなくなってしまうジャン君でした。はい、戻ってきたジャン君にこれを与えてみようと思います。うん、そりゃやったやったやった。はい、噛んだ噛んだ。その代わり顔が白く飛んでます。面白いじゃん君。早っ、もう終わり？大体このぐらいのペースね。また後で遊んでねっていうか、眠かったっぽいよね。寝ていいよ。じゃあね。国産自社農場限定美の国いただきました。で、これは日本ハムって書いてある。あー、美味しいやつやん。美味しいやつ美味しいやつのやつやん。いっぱい。そうなんだよ。うん、すごい美味しいやつ。なんか高級なロースハムいただきました。どうもありがとうございます。これはジャン君の9周年とポンちゃんはお誕生日を、あ、こっちはまた違うやつだ。なんか2段になってる。詰め合わせなのね。どうもありがとうございます。すごい贅沢なものがいっぱい入ってる。そしてクリスマス来るからクリスマス時期に、食べさせていただきます。あまり高級なの食べると少しお腹を下す黒犬で大丈夫じゃない、あのハムちゃんたちは、うん、そうね、うん、はい、どうもありがとう。ごちそうさま、ありがとうございます。メリークリスマス。ちょい早いだけどプレゼントいただいちゃいました。ありがとうございます。まずはすごい立派な、かわいい。よかったら飾ってにゃーんということで、オーダメントだね。大人っぽい。ツリーだ。はあ、かわいいかわいい。猫のツリーでーす。え、猫のツリーなの？はい。あ、ほんとだ、かわいい。そして、猫のオーナメント。かわいい。というか、メリークリスマスってなんだっけ？横に、やるやつ。ガーランドカード。クリスマスガーランドカード。うん、ガーランドカードっていうのか。猫がいっぱい、いろんなポーズでぶら下がるよ。はい、どうもありがとうございます。これちょっと、両方。かわいいね。この袋もかわいいね、入れ物ね。かわいいね。なんか、サンタさんの靴下みたいなやつだね。かわいい。はい、ありがとうございます。そして、これは、ジャン君とポンちゃん向けということですね。プレゼント。ラバーズキス。おやつかな？あ、そうかな？その前に、あ、これも。モンポキトティックラバーズキス。はい。素材はたった一つ、それが特別。なんでしょう、これ。これもモンプチ。なんか高級なおやつ。モンプチの、あの、いつもクリスピーキッスっていうのを、あげ、おやつにあげたり、トッピングにしたりしてるんだけど、それの、
なんだか豪華バージョンすごいなんか立派ないいやつもろうたいいやつかわいいよかったねごちそうだよそうだよかわいいよ、はい、入れ物あ裏返しこっちの方がはいじゃあこうやっていきましょう、うん、そしてこういう感じでこれもモンプチのますますおこれもだねすごいねあこれがこの味が違うんじゃないほうはいはいモンプチのキスいっぱいあるなんとかキス味違うバージョンなんか全体に大人っぽいテイストですうんクリスマス用なのかな、はい、そうだねかわいいねはいそして大人っぽいこれがかわいいこちらがあお母様へ気使っていただいちゃってますお母様じゃあお母様は中を全部は出せないのであーバッグだなんかおしゃれ、すごいなんかおしゃれなバッグすいません。ほんますいません。すいません。ありがとうございます。お母さんにじゃあ。はい。じゃあ私。マッサージ用だよってあげてきますね。じゃあそっちへ。はい。そして、黒犬用ということで、あ、衣類が入ってる。すいませんね。あの、ステージの衣装がね、いつも一緒なので。同じなのでね。なんか買いに行くチャンスがね、なかなかなくてね。ありがとう。お、ここになんか挟まってるよ。お、また別の。クールネック。これは、インナーってことかな。そうだね。これがタートルネックで、これはあの、T シャツのクールネックのこう、クリッとしたやつと、あとこれなんだ？あ、これあるじゃない。弦じゃないのかな？ギターの弦。あれあれお上になってる。開かない開かない。手がね、カサカサだから開かないの。開かない開かない。ここから開ければいい。ここから。よし、ガッテープがね。ちょっと切ります。時間かかってます。時間かかってます。すいません。すいません、すいません。よし。はーい。なんか、立派な弦が出てきたよ。よくは分かってないんですけどこれで あそこのメーカーかって言えればいいんだけど弦ですねこれは確か、うんうん、ありがとう山の楽器だ山のミュージック銀座山のミュージック、うん、銀座でお買い物すごいもううち行けない行ったことあるけどもうね、うん、もう遠くなっちゃった、はい、そして次は青井さん用にこの上に乗せていいの、まあ うん、それぞれ気を使っていただきありがとうございます。これはマスクだね。猫丸系という名前になってますよ。なんかどっかにプリントされてんのね。はいはいはい。かわいいやつだ。これなんかほらあのマスク入れとかももらったりとかさ、バッグとかとお揃いのやつ、ここの、このメーカーのキャラクターの。かわいい。あとこれはこれに入ってましたシールかなステッカーって布に貼れるステッカーへえ。本当だペンケースとかスリッパ手帳カバー、うん、アイロンとかでつけるのかないやなんかこの絵ではさ貼っただけになってるへえ、そうなんだそれでも取りにくくなったのかねへえ、すごい、はい、ありがとうございます画期的そしてストールかなはいこれも猫か違うか普通にお花バラの花のストールだね。あそうだねそうだね。ああ、うん。はいストール。なんかおしゃれなのもらっちゃったよ。エキゾチックストールですね。どうしよう。あはい。あそして雑誌。これなんか付録が中に入ってるっぽい。そうだね。にゃんこの付録が入ってるんだ。はい、この付録付録をくれたんだね。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう。それで、お、なんかもう一個入ってたよ。おー、付録シリーズですね。今度はこれか。あ、時計？ニャンコの時計がついてるってこと？すごい。しかも、クックパッドだ。クックパッドって雑誌あるんだ。そうなんだね。知らなかった。すごい。しかもニャンコなんだ。すごい。そしてニャンコの、私のはニャンコがいっぱいです。はい。あ、何これ？あ、ブローチだ。ね、かわいい。うん。ブローチと、あ、静電気軽減ヘアブレスレット。おあ、ヘアブレスレット。カ
髪の毛に結んだりブレスレットにして、はい、私なんてこのポンちゃんだとか言って100均で買ったやつの一派バージョン。あ、まただすごいいっぱい雑誌が。リンネル、え、リンネルもこれだ、リサさんの。へえ、最近すごいんだね。うちもイラスト描かなきゃね。うん、すいません。はい、ありがとうございます。いい、そしてですね、いい、あ、まだ入ってた。あ、まだ。はい、いつものやつ。あ、後で、あ、でもなんかちょっといつもと違うものが、うん、何か布のような、なんかポーチみたいな。あ、これあい、すぐ開いた。あ、出た。はい。例のやつ。ライトがつく。そうそう。やつね。私がこれに憧れて、で、たまたま近所の人にもらった、うん、あの、卵入れに、うん、この間もらったやつ入れてたんです。それの二人目だ、お友達。はい、これ後ほど開けますね。という間にとんでもない大きいものもあります。あ、そっか。はい。これね、これ、よいしょ。で、ちょっと開けると大変なので、この状態で。うん、はい、何でしょうか。何でしょうか。これは、よいしょ。これは何と言えば、毛布のような。電気毛布ってことかな。じゃないのかな。洗えるふんわりカーペット。あの、なんだっけ。人間の体温を吸って暖かくするやつ、ね、あ、違う、電源がついてる。そうなの、あれ、こんなに、はいはいはい、こんなの中入ってた、間に、あ、間に入ってた、はい、キットカット、キットカットと、あと大変なことになってるぞ。コーヒーと、あ、かわいい、絵がかわいい、コーヒーとかのセットだね、なんか、はい、はい、人財産できたぞ、これで。すごい、ありがとうございます。これ電子カーペットか。電気、あの、そうそう、あの、ということは、私もね、実は、通販で見てて、うん、いいかもしんないって狙ってたやつ、思って、でもどうしようって悩んでたやつです。ありがとうございます。多分ジャンポンがこれに乗っかってぬくぬくするでしょう。そう、しかも洗えて、で、大きくないから持ち運びできて、こういうところも洗っても大丈夫なの。なんかね、洗えるっていうのはね、書いてあって、あの、ネットで、ネットじゃない、通販、テレビの通販でやってて、うん、洗いますって書いてたよ。クリスマスの、いただき物としてはちょっと大変なことになってますが、お返しがなかなかできません。すいません。ちょっとのお返しで、いっぱいもらっちゃう黒いわけでございました、ね、ごめんね。そしてまだあった、もう一個入ってた、うっしゅー、これあのテレビで見たことある、テレビショッピングのやつだ、うん、そうそう、あの卵をケツで踏んでもそのケツで踏んだ卵食いたくないじゃんっていうあれですね。すごいよね。はい、どうもありがとうございました。あとでちょっと一式きれいに並べたやつを、うんうん、もう一回撮影します。そうだよね。はい、ずらっと並べてみました。すごい豪華版です。すごいいっぱいです。こうなって先ほど開けていたやつはこれですね。そうですね。それからこうなってこんなです。どうもありがとう。メリークリスマス。すごいです。はい、ちゃんくん今まで寝てたのに、ご飯から帰ってきたら必ずお迎えに出てくれるちゃんくんです。いいね。はい、はい、ちゃんくん。ちゃんくん。あとは寝るだけだよ。
よいしょ、はいはい、